初の試みって言ってもいいんじゃないですかね、やっぱりね。初めてぐらいの勢いだと思います。トレーニングしてましたっていう人たちも、バスケしてただけっていう人がすごく多い。BJ と NBL こうの垣根を越えて、なんかお互いを刺激し合いながらできる環境なんで、すごくいいと思います。プロとしての考え方、取り組み方、選手の意識とか、知識っていうものも上げていかないといけないなっていうのは僕も感じてるし、オフシーズンにすごく必要なものを全部ここでできるので、やっぱりそれっていうのは一人とかでやるのとは全く違うもんで、トレーニングに対しての考え方、ただきついだけじゃなくて楽しくも、いい体の使い方ができるようになるんだよっていうのを分からせてあげれば、もしかしたら将来伸びるところはいっぱいあるんじゃないかなって気がします。